こんにちは、花井レモさん。女性から見て自分に対する評価なんですけども、まあ、私が考えているのは、まあ、多分なんだけども、女性はこういうことを考えてるんじゃないかなとかね、モテるためにはこういう男じゃないとなかなか目立っていかないんじゃないかなっていうのはやっぱり当然考えますよ。まあ、例えばね、強くて優しい男とか思うじゃないですか。乱暴でひどいやつがモテるとはなかなか思えないんでね、なるべくならこう義理人情に厚くてね、でちょっと照れ屋で、で口下手なんだけども一生懸命で、不器用なんだけどもまっすぐでみたいな、まあ、そんな男になれたらいいなと思いながらね、生きていくわけなんですけども、やっぱモテなくなっている自分とかね、モテていない自分にきちんと、考えをいたらした時に、まあどうすればいいかなとか思うわけですよ。でいろんな試行錯誤をしながら、10代の頃はちょっと悪いやつね、ちょっと怖いやつの方がモテるんじゃないかなと思ったけど、まあそんなことはないですよね。悪いやつとか怖いやつがモテるっていうのは、それは女性の見方がおかしいですよ。そんなのモテ出したら、やっぱり真面目で実直がいいんじゃないですかね。で優しくってね、でなんとなく頼りがいがあってみたいな。でもやっぱり若い頃って男はそうはなれないんですよね、なかなかね。ある程度の経験を積んだりとかで、デートだって、やっぱね、電車で待ち合わせとかなかなか難しいですよ。特に田舎だと自転車でデートみたいなね、ことはあると思いますけども、やっぱり年齢とともに求めるもの変わってきますし、自由さ不自由さってのもありますしね。女の子からすると、やっぱりね、5歳10歳上の男性からもこう目立つわけじゃないですか。声をかけられるわけですよ。そうなると高校の同級生の私とかじゃね、勝負にならなかったりするわけですよ。特に私、高校1年生の時にね、高校3年生の先輩とちょっとね、恋愛関係にあったわけですけども、やっぱね、卒業前にするその先輩、社会を見てる先輩と、これから高校生活が始まる私とだよね、もうやっぱりね、そう合わないところがいっぱいありますよ。という前提を元にお話したいと思いますけども、なんですかね、私はね、ある意味モテるためとか認められるため、まあこれね、似たような言葉になると思いますけども、まあお金もケチケチせずにしっかりと持っていないとモテないだろうなと思いました。それは当然です。女性からすると自分の人生をね、預けるわけです。まあ男性からしてもそうですけども、稼ぐ力がない男性って基本的に信用できるかなと思うんですよ、ね、全然お金のことが稼げないし残せないし不自由を強いられそうな。だって結婚してね、まあ、不自由になろうとかね、結婚して本当にひどい目に遭おうなんて思う人いないわけですよ。少しでも自分の状況を良くしよう、でひいては自分の家族、子供とかもできると思いますし、親戚付き合いもできるわけですよ。もっともっと豊かになろうと思って結婚するわけですよね。でも結婚する先の男性とかその関係者が、まあ、犯罪に手を染めていたりとかね、なんかすごく後ろ指刺されていたりとか、金がなくてピーピー言ってたりとか、まあ、それではやっぱりね、げんなりするところはあると思いますよ。だから億万長者にならずとも、もうやっぱりね、いわゆる女性の考える人並み、ね、女性の考える人並みっていうのがね、年収500万とか見た目が星野源とかいろいろありますけども、まあでもね、目指すところではありますね。女性の考える人並み、人並み以上、そういったものに自分を持っていくために、恋愛をしてない間にも自分のことを鍛える時間にするんじゃないかなと思うんですよ。で私はやっぱりね、女性にモテたいというふうにずっと思ってましたんで、モテるためだったら何でもするというふうに自分をやっぱり駆り立ててましたね。これね、実はね、まあ、女性に尻尾を振ってるようであって、女性にモテるために自分の力をつけていくっていうのは結局何にも困らないんですよ。だって自分の力をつけたら女性にもモテるようになると思いますけども、やっぱり男性からも憧れていただけるとかね、目標にしていただけることが増えるわけなんで、稼げる自分になることってとってもいいことだと思いますし、女の子がね、ちょっといい車に乗ったらって言ったら、じゃあまあ買ってくるかみたいな、このぐらいのノリでね、夕食のその白菜を買うようなノリで、車なら車を買ったりとかね、靴なら靴を買ったりとか、ポンポンポンとできて、私はいいと思うんですよ。で私はそういうふうに見栄張りなんでね、そのエネルギーが特に強いんですよね。それこそ金がなくてもどっかからね、金を持ってきてでも、それこそ貸し衣装を使ってでも、そういうふうな求められるような人間になろうとしてね、でだんだんその仮初めの自分が見たけに合ってきて、だんだん本物に近くなってくるって感じですかね。
ブランドものでいうとね、私はねブランドものに憧れる女性と付き合ってた方もあるんですよ。まあ女性ブランドものに詳しい人ってあんまりいないと思うんですけども、でもやっぱりね、あのヴィトンのバッグとか持ってる女の子はブランドものに結構ね敏感なんで、私もその最初はね偽物のブランドを使ってたりしました。どうせ見分けることができないんでね、そういう人はねでもだんだん偽物を使ってるうちに、私自身偽物がね身についてることがだんだん恥ずかしくなったんです。そのうち本物になるわけですよ。で本物を身につけようと思ったら稼がないといけないんで、やっぱり稼ぐ原動力っていうのは女性の欲望からもらってるかなっていうところはありますね。で、女性から見て男性はねかっこいい男でいてほしいみたいなね、それこそ身長っていうのはなかなか変わらないんですけど、私はもともと身長があったんでちょっとラッキーだったですよね。あとはイケメンに見えるように、まあ、ヘアスタイルですとかね、着るものに気を使ったりとか、立ち振る舞い、歩き方、身のこなし、こういったものを鍛えることによってかっこいい人に見えるような動きを取ることができるかなと思うんですよ。それはねやっぱりね、あの座り方にしても歩き方にしても、毅然としてるっていうかね、礼儀正しくと言いますかね、折り目がついているっていうんですかね、やっぱねかっこよく見えるわけですよ。スタイルもそうですけどね、だらけていたらだらしない人に見えるわけですよ。だからあのポケットに手を突っ込んでね猫背で歩くような突っ張りスタイルありますけども、あれはかっこ悪いっていうのがやっぱり分かりましたね。当時は良かったんですけどね、10代の頃は。まあやっぱりこう大人になってみると、大人としての立ち振る舞いがきちんとできる人がかっこいいというふうな評価を受けやすいんで、それは見た目の顔とか以上にね、だからそういうふうには気を使ってますね。まあ、そうなるといわゆるその道、茶道とか武道とかってやつですけども、あれがすごく役に立ちましたね。空手をやってて良かったのは、ものすごく姿勢が良くなったってことですよ。正座を多く用いて上半身がピッとね、正中面っていうんですけども、正中線じゃなくて正中面が立ちやすいんですよ。で、横顔になったりとかね、正面だったりとかね、さまざまなポージングっていうのが決まりやすいですね。筋肉が作られてるんで、そういうことがあります。だからこれもモテるためにやったと言ってもいいですね。それから学歴も、私は9割ぐらい学歴っていうのは大学卒っていうのはモテるためにやってるわけなんですよね。今ね大学を進学する人口っていうのが2人に1人、ね、49から 52% って言われてますけども、2人に1人は大学進学してるんですよ。で大学進学してる人のうちの半分が女性だとざっくり考えてみると、あの大学を進学してる時点で、全体の人口の4分の1に入ることができるんですよ。トップ25、ね、学歴にこだわる人はここでゲットできるわけですよね。で大学の中でもランクがありますんで、それはまあいろいろとありますんでね、そこまでやるとキリがないんですけども、まあ東大ぐらいだったらねモテるかって言ったら、逆にね東大ってことに物おじしてモテないっていう、そんな報告もありますけども、どうなんでしょうかね。まあ学歴も私にとってはモテるためのアクセサリーと、そのためにモテるためにだったら一浪しても大学行くぜみたいな感じだったんですけどね。それからまあ家柄でございます。家柄っていうのは、まあ、そこまでこだわる人いないんですけどもね、ただやっぱり紹介して恥ずかしくないような家族で、私の場合いてあげたいなっていうふうに子供に対して思いますね。だから家柄をもしねうんぬん言うんだったら、これから私は久保哲郎をはじめとする久保ファミリーというねものを確固たるものに作っていって、10年後20年後うちの大和くんがうちの家柄は、まあ、紹介してもいいかなって、うちのお父ちゃん母ちゃんはみたいに思われるようなね人生をこれから10年がかり20年がかりで作っていこうかなと思います。その家柄を構築するためにはコストもかかりますんで、やっぱり金も稼がないとなっていうのは最初に戻るわけですけどね。そして男性に憧れるための女性から見た条件としては体力があることですね。やっぱ体鍛え上げていつでもね明るく、エネルギッシュに攻撃的に、そして時にはディフェンシブルにねやっていけるような身のこなし、こういった男としての選手としてのスキル、武士としてのスキルも十分いるんじゃないかなと思います。いろいろ申し上げましたけども、私はね女性が何を求めてくるかってことは多分に予想して、今お話したような形で多分に予想してそれを全部身につけようと思ってちょっと時間かかっちゃったんですよね。40歳になっちゃいましたね。40歳までそれを繰り返してきました。でどこにいても私は山猿ボス猿でいようと思ってね、私の精神としてはね敵と手下なんですよ男は男はね敵がいるか手下がいるかだけで、その他の私との関係はないぐらいのことを思ってるんですよ。まあこれ本気で思ってるというよりもカッコつけて思ってるわけですよ。だから本心では友人とかね相棒とかね仲間みたいなことが本当はあると思いますけども、その尖った考え方をすると、俺には味方はいねえよみたいなね、俺にはダチなんていねえよと、俺にいるのは敵と手下だけさみたいなね昔の任侠道じゃないですけどね、まあそこをちょっと心の隅っこで思ってるかなってことでございます。
はい、で今回の動画のまとめなんですけども、じゃあね、女性との関係構築するときに、こういうふうに思えればいいかなと思うんですよ。女性がね、もうね、何もいらないと、あなたがいてくれるだけで、それだけで私は幸せなのって言わせるような真っ裸な自分でいれば、車も学歴も家柄も何にもいらないんですよ。だからそこまで思わせることができないわけですよ、私たち男はね。だからいろんなものを身につけて、鎧と剣を身につけなければ、お姫様たる女性をね、従えることはできない、守っていくことはできないっていうふうな考え方でいかがでしょうか。でも実際今ね、こういう暮らしを私は送ってるからっていうことではないんですけども、今の奥さんはね、一緒にいてくれるだけでいいというふうに最初からね、今日まで、そしてこれからもよく言ってくれるんですよね。いや嬉しいですね、そんな人との巡り合いがあれば、だから私もね、本当に、ね、全力で幸せを提供しよう、守っていこうと思いますね。命に代えてもね、本気で命に代えてもね。でそういうふうに思える人に出会ったことは、私はとても幸せだなと、恵まれてるなと思っております。まさにね、あなたがいてくれればもうそれでいいのみたいなね、ことを言ってくれる人ってのは生涯に一人いるかどうかってとこじゃないかなと思うんですよ。まあちょっと私の場合はね、40過ぎるまで時間かかっちゃいましたけどね、よかったよかったでございます。私もね、今の奥さんと結婚するときってまだ借金がね、だいぶ2000万以上ありましたからね、3000万ぐらいあったんですよね。でそれをまあ隠してやってたんですけどもね、だから全部彼女とのデート代も、彼女と一緒に車買いに行ってセルショー買ったんですけども、まあ、セルショーばっかり乗ってましたからね。でその買ったお金も全部借金というね、彼女はうちの店で働いてくれた時の給料も借金全部借金でやってたけども、まあ、結婚相手は見つかるもんだなと思いました。だからね、お金を持ってるかどうかなんて、まあ分かりにくいっちゃ分かりにくいですよ。だって私は多分ね、